じゃあちょっと改めて、和田さん今日、まあそして郡山、いらっしゃい。ピース。そして、スパーリングありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ケビー。ケビー。ケビー。ハルミありがとうブルさん。ケビー。あーうめえ。ルービーうまいわ。ありがとうございます。うまい。うわ、入ってない。入らずに来た、こっちも。うわ、花火ありがとうございます。バクちゃん、いらっしゃい。こちらのアーモンドボディになりますね。あ、ありがとうございます。すみません。じゃ、鳥皿募集してください。はい。そう。何食べてるの？今あのこんな感じで、オムライスと、ソーセージ、そしてサーモン。オムライスじゃない？トンペ。あ、トンペ焼きですか？うん。で、ワードさん。俺も食べんの？ワードさん。俺も食べんの？くっそうまそう。なんか通信がね、電波悪くてデザリングしてます今。あ、今日ワドさんどうでした？いや、そう楽しかった。楽しかったですよね。ヒカル君強え。いや、強え。運動神経いい感じで。ひたすらもう動くことしかできないです。ブルさんありがとう。めっちゃすげえ花火。ブル花火ありがとうございます。頑張ります。どうも、こんばんは、久しぶりです。デザリングしてる。スターリング配信はありがとうございます。和道さんの、録画公開してます。録画公開してる。クワッチの方で録画公開してるっていうのと、僕の方でも、録画公開してるんで、クワッチの方で見てください。花火ラッシュありがとうございます。花火やばいっすね。花火、ブルさんにね、いつもね、支援していただいて。最近いらっしゃらなかったっすよね、ブルさんね。めっちゃすごいっすね。風船999号ありがとう。これセンスあるって。うん、光くんあると思うよ。いや、僕はないっすよ。白似合う。ありがとう。てか、髪の色いいよね、それ。かっこいい。いや、でもこれでもちょっと落ちたんですよ。僕、専属美容師いるんですよ。いいな。美容室でこの間やってもらって、うん、貸し切りにしてもらって。そうなんですよ。何、東京？え？東京にいるの？郡山です、郡山です。あ、そうなんだ。そうなんですよ。郡山に。芸能人じゃないですか。いや、そんなことない。芸能人じゃないですか。いや、もう昔からだいぶお世話になってるんで、そのリスナーさんも長いんで、女性のことなんですけど。俺も専属美容師募集してます。専属。いや、でも危ないのが、やっぱ配信分かってるんで、髪の毛染めたりとか散々した後にカットとかした後に、最後バリカンで剃られそうになりました。ああ、分かってるね。ちょっと怖いっすね。さすがだね。えっつって。いいね。はい。どこで飲んでるんですか。これ店名言っちゃっていいですか。大丈夫かな。祝電大丈夫かな。祝電めんどくさいから。まこちゃん来る。俺 LINE でいいじゃん。 LINE ちょうだいって。 DM？ でも DM も変わんなくないですか。俺は LINE もらってる。LINE 公開してるから。あ、そうなんですね。 DM 来る。来てくれんのかな。あ、来たい人来るっしょ。あ、来ていらっしゃい。おー、ありがとう。いや、マジで福島の郡山。まあ、和道さん、レアだからね。俺も普段、とつまちショットしないんで、マジで。郡山全然やらないでしょ？だって。はい、すごく。はい、来た。焼き鳥。ありがとう。はい。させてもらいます。牛タン。以上ですよね。これ全部ですよね。はい、全部です。焼き鳥、ソーセージ、とんぺい焼き、マジで。ありがとう。牛タン。豪華な。何出るの？今、二人だよ。今、二人でいます。今日はごちそうを食べますよ。そう、ごちそうです。明日10時起きですね。とりあえず10時に起きて11時、まあ、1時、2時から試合開始なんで、応援に仙台行きます。リスナーさんいないよ今。まあ、8時過ぎまでずっと2人でスパーリング配信しててトレーニングして、それ終わって矢先でとつまち今やってますんで、飯食いながら。チェレット、あ、行きます。嘘、来る？しげのりさん、やぶきさん。来る？いや、来ないな、絶対。絶対来ない、この人。わかんないけど。絶対来ないと。勘です。絶対来ない。今日はどこに泊まるの？ヒカルくんち1週間お世話になることになった。そう。ワドさん1週間いる。
ヒカルはセブンに本当に勝てるのか、でも勝てるか負けるか分かんないですよね、勝つか負けるかは断言できないよ、選手は、うん、ただ、俺の印象は相当強い、うん、いやだってセブンは黒帯二流派だからね。そしてあの空手だよ、空手の黒帯二流派の総合格闘技経験者だから、俺はど素人。ブルさんやだ。音程焼きでーす。同居、一週間同居します、ね。ソーセージ盛りでーす。牛タンです。牛タンでーす。飲みすぎない。いや、俺も本当ね、だ飲んじゃうかもしれない。牛タンです。明日何時から仙台？いや、仙台リアトツはしません。です。来週、俺来週どっちみち仙台帰るよ、一回実家に久しぶり。盛りです。焼き鳥ね。俺はね、梅しそサワー飲んでる。梅じそサワー。さっきの冗談。相当強いのか。いや、強くないよ、マジで。本当に強くない。だって練習ろくにしてないですからね。うん、練習もしてないし、全然、あれもわかんないんだよ。いやー、明日筋肉痛ですね。筋肉痛だね、絶対。筋肉痛になります、明日。うまっ。蹴りやばかったよね。超いい蹴りだった。ありがとう。実家でキツガイ配信やりたいね。そう、来週帰ってくる。来週は突末するんでよろしくお願いします。やっぱみんな蹴り褒めてるよ。マジですか。うん、ドルさんも蹴り褒めてたけど。ありがたい。蹴りいいよ。カマンベール来てくれんの。え、地元の人かな。詳細は言わないけど店名言ったらわかる。一回しか言わないよ。一回しか言わないから。おい、わざつ、中さんいらっしゃい。これでも多分地元の人だったら分かると思うんだけどな、飲みに。ここ結構有名なんで。あ、そうなんだ。はい。大体地元の若い子とかみんなここで飲んでます。ここ美味しいよ、とか言うんでみんな、若い子。今 DM するから。え、じゃあもう言った方が早くない？いや、めんどくさくない？通報入ったら。そうっすか。うん、来週リアトツは仙台市内でやるよ、俺。俺パソコン配信だから、あの画角が広いんですよ。光とワードをどっちかだった。いや違う、勝負はしてないんだから、マススパーリングって軽い感じでやったんだよ。で、1週間ワードさんちょっと俺ん家に住むんだけど、一緒にトレーニングして、で、1週間の最後の別れの日にガチのスパーリングやるっていう、うん、2人でトレーニングして、そんな感じになります。栄えてる栄えてる、超栄えてるよ、びっくりした。俺田舎だと思ってたもん。でもちょっと離れたら本当に田舎っすけどね。和道さんに会った感想はどうですか。向こうに打って俺の枠で、俺だから枠の主。和道さんに会った感想はどう。それはキャスで打って、じゃ今同時配信してるんで2人で。多分それ分かってない。あ、分かってないのか。そうそう、同時で今配信してる。ごめんあのつっていうか、もう何回も会ってるの。フワリンさんいらっしゃい、いつもありがとう。青山とどっちが勝つ。そう、じゃあ断然和道さんの方が強い。何パーぐらいで勝てそう、あの光くんの見立てで。青山 30%、 和道さん 70%。 おお、このままいったら青山、その精度を上げるかだ。そうですね、9割ぐらいで上げたいよ、はい、いただきました。このままいったら現時点では7割ぐらいじゃないっていう。このままいったら青山ほんと口だけになっちゃうんですよ。っていうか多分ね、俺の予想を、あの、本当に大怪我すると思う。いや、やばいっすわ。うん。あの、スパーで出してない技とかもいっぱいあるから。ビルチャンピン、郡山、1週間やってる。まあ、どうでもいいよ。だから、青山、別に俺呼んでるわけじゃないし、無理くり。青山がトレーニングしたいって言うから、言ってたけど、ずらすんだったら別にずらすでいいし、ただ、リスナーさんが一緒に、俺と一緒に言わせたいだけでしょ。青山的には閲覧も稼げるし、金もなくなっちゃう、美味しい、美味しいだけだから、うん、別に俺はどうでもいいんだって。俺にメリットなんもないじゃん。なんかあるの16オンスだったらね、後にもらっても効かない。正直でも、ヒカルくんの後ろ回し蹴り食らったから、あれは倒れてた、本気で打たれてた。あれ、うん、でも突発に出た。なんかやっぱずっとどうやってコンビネーション打とうかってすごい考えてるんで、やっぱコンビネーションできないとダメっすね。あのさ、回転系ってさ、同じ軸から来るから、こう、こう、なんすか、あ、逆か。
このまま行った？どっちから来たんだろう。ワンツーのローのローからのあのスマッシュ。こっち来たのにこう来たんだよ。なんかよく分かんなかった。あれすごい。うん。あれはすごいよ。こちらへと鼻の穴でしょ。ワドの方がストイックな、練習してるように見える。いや全然だよ。練習の質で言ったら全然いい練習してんの。マジか。そう。俺の場合はニートだったし、運動神経ないから、走ったりとかだよ。あれだよ、元々の体力があるの。ヒカル君の方がハードなトレーニングやってるよ。いや。うん。もう本当、ついていけないもん。ヒカル君。これ下げる。僕マー君と戦った人ですか。マー君で誰？マー君で誰？リサーさん。長人です、ね。はい。はい。僕マー君と戦った人ですか。僕マー君で誰？全く分かんない。マー君って誰ですか。僕マー君。それ俺 NG。その話題。あ、そうなんですか。うん。まあ、どうでもいいやつですよ。じゃあ。リナネコだ。リナネコはちょっと閲覧が上がったり、よく僕の枠とかね、今デブリすぎてやばい。腹豚だよ。あれ完全勘違いしますよね。うん、豚。ただの豚。完全にリナネコは勘違いしてる。多分ね、リアネコをもうオワコンしますよ。オワコンっていうかもう豚だよ、豚。養豚場に帰らないと。ワドは仙台にいつ来るんだ。仙台どうだろう、1週間経ったから考えます。そうで、明日とりあえず俺も明日一緒にワドさんと試合見に行くんで、2人で。そう、格闘技の試合。リアネコでも頑張ったよね。うん、あのさ、2、30人からよくここまで来たと思うよ。いや、早く俺らのステージに来いよ、早く。違う、リラネコはでも十分ですよ。だって金梅さんも取り上げたし、しょっちゅう。はい。まあ、大体僕のおかげと言っても過言ではないですよ。まあまあ、俺とヒカル君と、うん。一番最初にリラネコのデビュー、永井浩二先生です。え、そうなの？僕が忘れました。あ、リラネコ。そうなんだ。永井先生。だからだ。うん。じゃあ、リラネコ倍名うまいよね。じゃあなんかね、うざい。くどい。でもリラネコ、ね、キャラがいいんだよ、こう言っちゃうと、リラネコ本当に聞いちゃうから、嘘だよ、リラネコ。リラネコ頑張ってるよ。ナーボーのおかげ。早くナーボーのとこ行けよ、コメントして。こちらへと。うま。黒崎さん、ありがとうございます。黒崎いちご。まあ、郡山誰もリアトツ来ないですよ、マジで。 DM ってか来んのかな、リスナーさん。どうなんだろうね。どうなんでしょう。あ、誰かも DM 来てないよ。まあ、まったりでいいんじゃないですか。まったりでいいよ。ふわっち思い。来たい人が来ればいいじゃん。一週間おっさんよろしくです。あ、よろしくお願いします。リナをディスるんじゃねえよ。はい、通報。お前何様だよ。はい、通報。お前は女の子ばっかりヘコヘコしたって。あ、ひみこちゃん。いやー、セックスしたいっす。何、全然やってないの。いや、マジで本当に、本当真剣な相談していいっすか。うん。俺マジで、半年から多分1年ぐらいやってないっすか。半年から1年って何？この半年と1年倍使うんだけど、なんでそんな曖昧なの？そう、なんか、なんで半年って言ってるかっていうと、もうかれこれ、もう4ヶ月前ぐらいから半年間やってないってずっと言い続けてるんですよ。組織？なんでトータルすると約10ヶ月ぐらいって言ってたんで、半年から1年はやってないってことなんですよ。はい、僕めんどくさいんで半年間もずっとやってないって口癖のように言ってるんで。え、ヒカル君ってモテるんじゃないの？いや、マジでモテる。ヒカル君リスナーさん。ヒカル君ってモテんじゃないの？キラキラしてるにわざと見せてるだけっす。へぇ。
だってあれでしょ、リスナーとパコりまくってんでしょ。いや、パコりまくってないですよ。いや、絶対やってるよね。じゃあマジで本当にパコってない。絶対やってる、絶対やってる、この男は。結構僕の配信ずっと見てくれてるリスナーさんは分かるんですけど、僕本当にパコれる時間がないんですよ。ああ、難しいもんね。あ、遊ぶ時間がないんで、うん、マジで、うん、どなた、和道さん、うん、こちらにやっとってもカクカク。本当だ、なんでだ、もうなぁ、嫌味気到来だよ。どう今おばちゃんには持ってます。おー、つーちゃん前いらっしゃい、ハートありがとう。ハートさんね、今のこれあのアセロラ飲んでる。そうですね、シソ梅サワーシソ梅サワー、リンさんありがとうございます。じゃあみんなイケメンとか言ってくれるんですけど、誰もパコってくれない。あー、選んでるでしょ。やらしてくれないならイケメンとか言うな。いや絶対ね、あれだよ、選んでるんだよ。いや選んでないです。まあでも僕も選ぶ権利はありますよ。まあ、あれ、はい、いいですよ。彼氏じゃないとやりたくないですわ。じゃあ付き合おうよ。じゃあ凛ちゃん今日からあのあれなんでしょ、彼氏だわ俺和道山登り面白かったぞ。あ、ありがとうございます。いや面白かったっすね。俺も見てた、俺も面白かった。初見さんらしい 3.0 出します。簡単には1000でしょ。モグリンちゃんはでもデートはできるよ、東京行けば。通報しとき、え、待て、遠慮してきます。おい、遠慮してきますって言われました、ね、彼氏じゃないとできないんですよ。もう女の子はそうだよ、好きな男とセックスしたいんだよ。男は誰でもいいんだよ。まあそうですよ、そうそうそう、うん、いやでも男も誰でもいいってわけじゃないですよ。確かに選ぶ権利はあります、うん、はい、まあね、はい、だいたいなんか僕はあれですね、やっぱめちゃくちゃ可愛い女の子とやるか、やっぱ金持ってる女の人しかやりません。どれくらい金持ってるってどれくらい。そうですね、あのざっとはやっぱもうどうなんでしょうね、うん、まあそのお金を持ってる女性が今までいないんで、うん、どれくらいかなって。あ、分かんないよね。分かんないです、うん、で過去にありましたよ、月5万契約でどうとか、なんか契約話みたいな。愛人契約みたいな、なんかでも無理でした。全然やってないですけど、大抵は本当に。和藤さんの好きなタイプは？のんちゃん。のんちゃん。のんちゃん。彼女。そう、今の、まあ、最愛の彼女がいた。だからもうなんかね、和藤さんが、まあそうなんだね。和藤さんしっかりしてるからな。でこの1週間遊べないもん、遊びたくて。お酒飲むのに付き合ってもらうぐらいですね。まあ、ストレス発散。で和藤さん絶対暴露しないでくださいね。和藤さん一緒に遊ぶじゃないですか。あの、僕多分いなくなって女の子とフパコしに行くかもしれないんで。はい。暴露しちゃダメですよ。みんな大丈夫だよ。絶対言わないから。絶対言わないから安心してね。俺は、生主一ね、口が硬いから、大丈夫だから。怖いよ、この人。大丈夫。怖いわ。怖え。本当に。のんちゃんで配信してんの？じゃあ、あののんちゃんではない、和藤さんの彼女の、のんさんの、うん、おい、いらっしゃい、みんな。和藤の言い方、おごってって何？無理です。だってお金ないんだもん。お金ない小じき配信者から、ね、そうそうそう、こじっても仕方ない。多分本当に相当ディスられてもいい覚悟でする来るなら、うん、あのいいよ、おごってあげますよ、うん。買えなきゃ本当に金持ってないから。そう、プラス、そう、はい、本当に金ない人から金を出させるってことは、リスナーさんの金でこうやって飯も食ってますからね。うん、そう、うん、あの、ディスられてもいいんだったら全然いいよ。いじり倒す、うん。あと、あの、ネタにしていいなら。二人に会いたい。おいで。チェリアと。ロアコさん、ロアちゃんはまた別だもん。バカありがとう。バカやん、バカ。ゆうくん、俺、親心配してるんでバカなやつか。すいません、さっき妹から電話かかったけど、妹と電話しました。ね。何知ってんの、ゆうくんは。配信前に電話してほしい。うん、やってるな。しかもなんかテレビ電話でかかってきた。
すげえ気まずかったけど何と思って明日はね、違う、練習できないかも。明日はちょっと仙台で格闘技応援しに行くんで、見に。ちょっと。でも、氷あまり宿って来ないですよ、これ。いや、来なくていいだよ。はい。うん、おい、お疲れ。東北って本当、需要ないんで、マジで。まあまあ。はい。全然全然。本当そうなんですよ、うん、俺が食べてるのはトンペイ焼き、うん、今食べたのトンペイ焼き、ソーセージ盛り、牛タン、マスシ、盛り髪型かっこいいでしょ、うん、そう、おでこを広げれば広げるほどかっこよくなる、このお母さんも北朝鮮みたいな髪型かっこいいでしょ。あのね、ユウさ、それ昔から1年前から言ってるけど誰も知らないよ。俺の地元も知ってるし、住んでるとこも分かるし、お母さんとも仲いいからって、はいはいはい、全然知らない。誰も興味ないよ。だからそしたら相当嫌がらせだよ。だって近所の人なんですよ。相当嫌がらせですよね。法律変わったら捕まるよ。ヒゲ、うん、すごいかな。教授を使う、うん、今日もスパーリングマススパー、あの寸止めスパーやらせてもらった、うん、いや楽しかったですね、本当に。めっちゃ楽しいね、やっぱね。楽しいです、うん、青山とかよりも、うん、なんか和道さんと一緒に練習した方が全然一緒にレベルアップできるなと思いましたね、正直。美味しいよ、美味しい。ヒゲ燃やしたの？燃やしたの？しゅうちゃん、旅配信だから今ヒゲが剃れないの。2枚目。こんばんは、風船ありがとう、ゆきさん。北朝鮮、まあそうだね。ミサイルのことみんな気にしすぎなんだよ。ああ、例のやつか。落ちないよ今日は。お泊まり？いや違う、俺、どういうこと？俺、いい時間だね。福島の郡山に拠点置いてるんだよ。そこで和道さんがお泊まりで1週間ぐらい泊まる。何を食うかじゃないから、誰と食うかだから。そう、いや本当そこです。和道さんやっぱな、これはねすごいぞ。かっこいいわ。そうなんだ。ワンコさん来る？シノさんデートする？え、マジか。ワンコさん郡山済みだって。ね、今から来ればいいのに。合流するとき言ってください。和道さん1週間のお泊まりですよ。お世話になります。俺と同じところ、翔太ビビさん。そう、翔太ビビさん。あ、そうそう、言い忘れました。カズさんが群馬から2時間半車で運転してリアトスしてもらったので。すごいですよね。すごいよね。だから僕も最初合流した時に、え、郡山のリスナーさんですけどさ、群馬から来たリスナーさんだって。ご夫婦で。そう、相当すげえなと思って、うん。なので2人減ってます。ありがとうございます。すごい、本当に。ステッカーも3枚、3000円支援いただきました。ありがとうね。あ、仕事だ。オッケーオッケー。一週間こっちにいるから、もしよかったら5分だけでもリアドしてください。うん。まあ、中間、あれですよね、だから。うん。やばいですね、閲覧今270人。うん。ユーモア出てた。飛んでいくわ、ありがとう。ひかるくん、鈴木奈々香ってどういうこと？鈴木奈々って誰？誰？知らない。全然わかんない。芸能人とかわかんないよ、俺。どういうこと？久しぶり、アビー。ほら、カズさんってローマ字でいつもいるな。ここ1年なんだ、うん、すごいよ、うわ、ちょっと待って、大手さんがみんな2、3000人ぐらいいるの。へぇ、俺、やべえ、かまゆよりあれじゃん。ピーターも3000人いる。ゴールデンウィーク明け以降、俺日本全国旅してるんですよ、リスナーさんに会う。これやべえ、ツイキャス群馬来ましたよ。ぜひぜひ、リアトツできる人はリアトツ待ってますんで。こんばんは。おー、アイカいらっしゃい。おい、ラクダいらっしゃい。いつもありがとう。17、親も来なくなったよ。主権座の試合、主権座3点セットの試合。タバコがうめえな、運動なんだ。タバコと飯がうまい。
なんか、え、こっち閲覧見れます？閲覧今、151人。うわ、やばいなこれ。俺もふわっち行こうか。ふわっちの方がなんか閲覧が多くなってきたんですけど、逆に。マジで？ツイキャスより。かそってんのかな。やばいっすね。バガーと風船ありがとう。それ今、氷山で飲んでます。もうダメだ、俺。減らってきた。通知登録数もこの数日間で2、3000人落ちたし、2000人か。もうなんか需要なくなってきたみたい。あ、すごかったよね。え、1週間で何日間で2000人いなくなったの？3日ぐらいです。3日で、はい、3日で2000人いなくなったんだって。2000人ぐらいになりました。やばいよね。今まで100人ぐらいだったんですよ。後で LINE いいですか？ふわりんさん、今ください。今ください、LINE。もうダメだ。今ください。後でじゃなくて。オワコンだわ。今でしょ。俺やばい。後でにする人生はダメですよ。なんかショック。今ですよ。メッセージがあるなら今。やっぱ東京行った方が閲覧もありますからね、ああ、そういうものかな。まあ炎上するんで僕は東京行くから。はいはいはい。期待してるんだろう、ベリー。こんばんは。大人の配信。いやへこんでるよ相当。俺ちょっと閲覧に今こだわらないといけない。注目しても、あーごめんなさい、わからないんで、もしよかったらフォローして、早く来い、早く来いって煽ってください。初コメありがとう。よろしくお願いします。嬉しいです。ええねえらしい。ありがとう。ヒカルくんからありがとう来てくれて、もしよかったらフォローしてください。ヒカルくん、友達です。そう、仲いいっす。だいぶ長いっすよ、1年ぐらい。長いよね。長いっす。本当に長いっす、なんだかんだ言って。ね、つまんねえ男だな。お前酒飲み配信して今リアトツバチっていうテロップ上げてんのに動画やったらつまんない。そりゃそうだろう。何しようっていうの今、最近サボってるんだよ。違う、忙しいんだよリアル。忙しいよ。ワッチ行かない、わかんない。まあ、その、とつまち、できるだけ、あの、和道さんのところにとつまち来てくれるかなと思って、今俺もツイキャスで、の方が閲覧普段多いからやってみたんだけど、ツイキャスのこの閲覧人数だと、ふわっちと変わんないっていうね、もう全然力になれないもんね。ああ、いい。気持ちが嬉しいよ。いやいや、自然財でしたね。ありがとう、エレンちゃん。めっちゃありがとう。さっきのフワッチの方が多かったです。フワッチの方が多かったです。400人ぐらいいましたね。へー、すごい。さすが。もう今ダメですね、これ。フワッチの方が閲覧多いってことは、多分フワッチの方が需要が出てきてる。そうだよね。はい、間違いなく。イサさんの母体が増えたもんね。うん、本当にいらっしゃる。フワッチ今勢いあるよね。そうですね、うん、まだキャスの方が全然強いけどね。そうです、うん、やっぱ炎上系ですね、うん、やっぱキャスは、うんうん、伸びしろがあるのはふわっちだよね。じゃあざんす。これだと引退だな。まあどの道俺1年、今年1年で多分配信やめます。あ、そう。引退はしないですけどやめます。リアルに多分もう、うんうん、どっちみち、うん、じゃあねと、うん、やめないけど引退するってどういうこと？引退って言っちゃうと、うん、配信者に引退はないじゃないですか。ないね。やっぱりやめますっていう。ああ言葉遊び、はい、帰ってくる気満々だからね。まあ気が向いたら帰ってくる気満々だからね。待ってるよ。待ってるよ。まあでもやることいっぱいあるんですけどね。僕も海外行かないといけないんで、バックパッカーで、うんうん、はい、部活とか終わって、東京に拠点を置いて、で、バックパック行って、みたいな。それだと、キャスも、まあ、やることは配信でやるよ。実家配信、ね、炎上するかもしれない。キャスも厳しくなってきてね、だいぶ。徳田さんいらっしゃい。やめたら寂しがるのいっぱいいるんじゃないの、若い子で。
いやどうなんでしょうね、ね、みんな辞めてほしくないでしょ。いやでも僕は寂しくないです僕はもう散々やったんで僕は寂しくないです。最低申告してないよ、まだ来週帰るわ。今週はちょっとまだバタバタな、若干電波不足。ちょ、なんかさ、俺ポケット Wi-Fi がなんかさ電波いいのに全然入んなくて、電波今テザリングしてんだけど、なんでなんだろう、電波悪いのか。今デザリングでちょっとやってるから、 iPhone の方って電波あるじゃないですか、うん、やめないで。175名さんいらっしゃい。大きい一人ですよ。そう、氷山。ちょ、今2、3000人いる配信者全員配信って聞いんだから、そしたら多分800人ぐらいは来るんでいや、ゴールデンタイムなら無理ですよ。ゴールデンタイムは、あ、10時からか、うん、もでもいつも僕ゴールデンタイムで1000人行きますよ。あ、そう、多いね。いつも昔から、あの、貼ってやっぱ炎上させて4個でやってる、うん、めっちゃレッドンボビール2杯で酔っ払ってきたぞ俺。めっちゃありがとうね。ありがとう。これは今一人暮らしだよ。資源さんね、あの3代目の今市隆二に似てるってよく言われます。顔が赤くなってきたよ俺。酒めっちゃ効いてるね今。でも今日は飲みます。今日は飲みます、うん、お疲れさんバラ。今日はだ、俺ずっとだって居酒屋行きたいって言ってたじゃん。ストレス発散したくてさ。それ冷まるよね。あのちょっとあの和道さんに今日付き合ってもらうから俺普段酒飲まないけど、ヒカル君とだったら飲もうと思って。お前ですか、うん、いや、ありがとうございます、ね、あ、生で、はい、和道さん大丈夫です。これ大丈夫まだ。ペース早っ。いやもう酒がうますぎてマジ。この居酒屋がいいんすよ。こうやって飲んで、はい、いいよね、うん、頼みます。駅前だよ。明日10時の起きないといけないけど、酒弱くなったさ。飲んでないもん、あんまり。もっと飲みなよ。今日とかまだ何日ぶり ?2 日ぶりぐらい。生好きだよ。制限をして。居酒屋の雰囲気。いやー、マジ、おっぱこしてくれる子いねえかな。誰か。この間も居酒屋行ってたじゃん。行ってたっけ。じゃ、俺は居酒屋毎日行きたい人なんだ居酒屋を毎日行きたい。欲求不満だと。ある意味生好きですね。うまい。ヒカル君はね、僕仕事じゃなくて、あの素人さんの中で今教わってるんだよ。誰も教わってるって言っても教わってないの。一時とかさ、で、彼もコツ教えてくださいっていうぐらいで。ああ、なるほど。あとその独学っす。お、ヨナさん、花火ありがとう。ドーン、ドーン。お前のテイトルの福島だわ。だってそれぐらい遊んでないってことは。カル君めっちゃいいよ。性格はね、さっぱりしてんの。もう何でも思ったこと言ってくれるから、アスペにはすごい助かる。そうっすね、アスペじゃないんですよ。これアスペだよ。何ですか。そう、じゃ全然どうなんでしょうね。え、アスペってそもそも何かかでしょそう、まあでも言いたい方は僕もストレートでいいし、和藤さんもでも言うじゃないですか。そうそう、どっちかというとアスペっていうのは含みのあるニュアンスとかを読み止めれないの。あ、逆にですか。雰囲気とか、そうそう、ストレートの方が、はい、あの、分かる。あ、遠回しがやっぱり。そうそうそう。あと嫌味とかがあんまり理解できない。ああ、そういうことですか。僕も理解しないですね。じゃあ俺ももうあれかもしれない。アスペなのかな。実やばい。サラヤンいらっしゃい。あ、サラヤン来るっつらかったっけ。サラヤン来るっつったんで出たでしょ。おいでよ。それ会いたいな。顔色変わんない。俺と一緒にいるのは和道さん。どうもです。友達らしい。プイって言ってるから分かるな。ニオ大でした。そう、駅前
何時ぐらい来る？でも今やれって言ったら病院で診断できるんですか？分かんない。病院で診断だよ。そうなんですか？東京大学、これは。でも僕なんかあんま気にしないですもんね、何言われても。そう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 、今日練習終わり。板倉のセブンにいる。頭痛、板倉ってどうだっけ？金倉。じゃあ家に帰りなよ。あーどうもどうも。あーお世話になりました。昨日ね、ラーメン屋さんに泊めてもらったリスナーさんがラーメン屋さんやって。マジですか？いやすごくないですか？超うまかった。すごそう、びっくりしたよ。いいなぁ、すげえ。レアっすね。レアっすね。ラーメン屋さんに泊まってもらう。そう。店やってるからって。なんかもう、いいなぁ、食べ物。そうそうそう。なんか電波少年っぽくて、俺泣きそうになっちゃって、風呂入ってたら。満喫してますよ。ほんといい。いいなぁ、うん。ありがとうございました。いや、そうだったら俺も旅するから、また。うん。理解でした。うん、ラーメン屋の中、そう。中っていうか、まあ、家の一軒家ぐらいってことですね。うん。一軒家何個、二個ぐらいあったのかな。はい、で、家の近所に自分でラーメン屋を開いていて、はい、店の方に泊まっていいよって。あ、マジか。じゃあ店の方に泊まったってことですか。そうそうそう。すげえ。旅の醍醐味だわ。そう、アイコスはもうやめた。やめたっていうか、まああるけど。アイコスは家です。チャーシュー3本ぐらい盗んでおいた。前ですか。つまみ食いで。今冷蔵庫開けたらチャーシューが3本ないはず。会いたいなとか何か恥ずかしいからやめて。さらにだってずっともう会いに来る会いに来るって会いに来ないんだよ。会いに来てほしいな。光も6月10日以降にラーメン屋開く。開こう。ルカちゃん新金出してラーメン屋開くから3倍目。3倍目になると通貨作るから。じゃあラーメン屋作る資金出して。疲れちゃう。また行きます。いい。ありがとうございます。いや、俺、サレヤンちゃんずっとだって言ってたよ。サレヤンちゃんだって郡山に住んでるって言ってて、止めてって言ってたじゃん、ずっと。ずっとサレヤンちゃん俺、口説いてるんだ。見て帰ってお湯に甘えて戻るのも誰かない。じゃあ、早く郡山に。かっこよかったよね。昨日ね。そして、サレヤンちゃんに止めて。近いんでしょ、だって。ユミちゃんにもとこにコメントしてたじゃん、お前。はずきをつけた。あ、マリアに。あれ今叫んだよ。俺叫んでない。生来でした。なんか居酒屋配信さ、ああユミちゃんいらっしゃる。問題児ユミ来たわ。北海道そんな遠くないでしょ。今郡山福島だから。5日目で福島ってことはいいペースだよね。そうですよ。うん。もうヒッチハイクで来ます。うん、リスナーさんが車出してくるって。あ、そういう感じです。ボン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 送っていい。じゃあリスナーバトン。あ、何ですか。あ、しそ梅サワーってあります。はい、はい、それで。うん。今郡山だよ。うん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 。リータンリードで会ったことある？え？会ったことある？リータンミーター？リータンリード？これ。会った時あるのか？すごい、会ったことあるって書いてある。あ、そうなの。会ったからいいや。うん、もう中古品扱いされてます。だから和道さんも会ったら中古扱い。あ、そうね。もういいやあいつって。もうあいつは一回会ったからもういいや。うん、俺今駅前、葉月来る。駅前の近くだよ。葉月ちゃん。福山市ってここからどれくらいかかるの？福山は僕が住んでるアパートですよ。福山町。福山町。福山市。福山市。福山市。あ、福島市だ、ごめん。福島市は車で40分ぐらいです。あ、上使えばもっと早いです。はいはい。はい、下道40分ぐらいです。福島まで新幹線だった。いや違う、今郡山だよ。俺喉めっちゃ痛いよ、もうずっと。いや写真違うけど、はずきちゃんよ。あ、はずきちゃんいらっしゃい。今日リアとつご夫婦で群馬からカズさんが、カズちゃんね。カズちゃんが来てくれた。めっちゃ近くなるじゃん。郡山に1週間くらいいるから来てよ。でもサラヤンはこの調子だともう一生会えなさそうだね。サラヤンはもうなんか会え、ね、会えなさそう。
なんかできてる。だから一回俺ポリープのあれ行ったの、ここになんかできてるんです、なんか結構ひどい扁桃炎って言われて、なんか鼻から何回も通して2回やってるんですよ。で薬処方されたんですけど、なんか薬処方され全部飲まずに行ったら、薬全部飲んでからじゃないとダメですって言われて、薬捨てても言ってません。言ってないです。やばいんじゃない。声が出ないです。うん、一週間止まる。くーちゃん間違いない。あ、近くに来る来る。遠くなるんだよ。そうなの。じゃあサラヤン近いなら来れば。サラヤンはなんかもうもったいないし、なんか俺のことはもて遊んでるでしょ、手のひらで。せっかく俺がオフパコしたいってずっと言ってんのに、せっかく。ストレートだ。うん。それなのに、なんか俺のことをうまく手のひらで遊んでるだろ。おい。なあ。開けよ、股を。その股を開け。地元僕、宮城県。どっちさん、姫路に来て。姫路も行ったよ、だよ、前に。姫路とかだと、初見さんいらっしゃい。安心ですから、姫路翔太王子。アイコスに帰ってたから、こういう出る。お化け出んの、光くんち。俺の家、なんか、前、その、僕が住んで、青山とかその、ユミちゃんとか泊まりに来る前は、心霊現象ばっかだったんです。へぇー。え、いなくなったからは？いなくなって、なんかその、青山とかが来てから、なんかやっぱ、なんか人が、あれ、みたいですね。いると、出てくるらしいじゃないですか。あ、そうなんだ。なんか、でも誰も住んでなかったりとかすると、やっぱ溜まるっていう。なるほど、なるほど。なんか結構やばかったです。ずっと配信で、ね、やっぱ僕も怖すぎて、配信ずっとひたすら回してたんですけど、なんか女の人の声とか、男の人の声とか、ブツブツ聞こえるんですよ、隣の部屋から。怖っ。で、さっ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 て歩き寄ってきて。めっちゃ怖いですよ。一番怖かったのが、寝てて眠りが薄い時に、左に誰かいるって感覚があったんですよ。で、その瞬間に、まあやべえ、どうしようと思って目を開けるべきかなと思った時に、隣で、ふーってため息をさせて、で、ぐわっと来てみたら、ぐわっと思って、いないんですよ。怖っ。その瞬間やばかったです、マジで。怖っ。ふーって、本当にやばい、ね、ため息と声が聞こえて。男女？女の人です。やば。へぇ、それマジで鳥肌立って、俺。結構でかい声で。もう普通にはっきり聞こえるんですよ。え、それ男？女です。女か。はい、でも本当にバッとして。めっちゃビビったっす。多分女の人です。超怖かったっす。それ一人？え、それ一人でため息？一人でため息。性別は？性別は女性です。女か。それ今、3回同じこと言う。ちょっと手、どういうこと？一週間ぐらいいる。うん。オフパコはしないよ。俺彼女いるもん。俺がオフパコしたい。ヒカル君とオフパコしたい。俺とオフパコしてない。俺それ見てるから。俺それ見て、それでオナニーする。それでよくない？それだったら動けじゃないんだ。パコしてくれ。ヒカル君がパコってると横でシコシコしてシルダイユみたいになってるから。それだったらノートは浮気じゃないって言うから。あれ、郡山いますか？郡山いるよ。郡山の、え、俺ずっと郡山住んでるよ。法律めちゃめちゃいいし、浮気じゃないし。米読んで。どういうこと？マリクーマちゃんが駅前って聞いてる？駅前だよ。クーマちゃん来てくれるの？相当溜まってるからね、マジで。やばい。藤子ちゃんめっちゃ綺麗でしょ、もんちゃん。めちゃめちゃ綺麗でしょ。俺が47だと思えないって言ってた理由わかるでしょ。いや、ほんと綺麗です。インスタグラムにのんちゃんの裸のセクシー画像が載ってるの。マジ？それを見たらしくて、はあ、うん、すごい。そう、いや、思えよ、年、ほんとにさすがにね、30代前半ぐらいの肌だよ。なるほど。今配信見ながら見ました。もうでもこの数ヶ月から2ヶ月くらいずっと配信してるよ。お、いけたら連絡します。うん、DM、公開してるから、うん、マイペース見て、DM。私も郡山好き。あ、マジで？よかったらリアトツ来てください。なかなか俺、トツマチやんないです。東京でしか基本的にもやんないです。東京か、地元の宮城県でしか僕、トツマチやらないんで。なんでかっていうと、誰もトツに来てこう、東北って本当それぐらい需要ないんで、うん、覚悟してたんです、東北は。そうだね。一応ね、岩手はもう決まってるの。何か。
もう本当でも青森とか厳しいよね。正直いくらぐらい持ってるの？正直ね、この分しかない。なんでさ、みんな正直を聞くんだろうね。そう、みんな僕の銀行口座の番号とか、まあ、その中すか、中身とか、正直聞きなくす。やったら聞かれるよね。そう、聞いといて、お金くれないですからね。例えばなんだけど、ヒカル君が1億円持ってますとか、1円持ってますって態度変えるの、みんな。多分態度変えますよ。変えるの？はい。なんか金持ってるからこじれるんじゃないかって。絶対そうですから。それぐらい、多分配信者より、配信者はこうやって自分の顔を出してやってるじゃないですか。で、ダメ、みんなに叩かれる格好で、貸したりとかするわけじゃないですか。だけど、リスナーさんっていうのはそういうリスクが少ないもんで、結局裏で、そういう風に、逆に多分リスナーさん同士の方がえげつない。そう。ああ、あるよ、ある。意図も簡単に行われるえげつない行為。俺だって来たもん、この前。新宿に住んで、タクシー運転手なんですけど、5万円貸してください、みたいな DM。で、僕生活保護終わったばっかりで、月収15万で、ようやく生活保護抜けて、こうなんですって言ったんだよ。そしたら、DM いろんな有名配信者に送ったけど、返信してくれたのは和道さんだけでした。ありがとうございますって言って、そこまでいいんだけど、ただカラオケ配信は全然面白くなかったです。さようならって言ったら、おめなんだこいつこうって。ダメ出しで帰って行きやがったよ。落ち目で。そう。すごいな。何それと思って。本当にすごいっすね。すごいよね。めざいしゃい。そう、郡山です。3点セットにします。びっくりしたよ俺。風船ありがとう。金持ち大好き。いや、金持ちが大好きとか言うんだったら、別に金持ち見つけた方が早いんじゃない、ですよね。てかぶっちゃけ女とかだったら、そうだよ、相当魅力やセクシーとか、まあ、トークがちょっと上手ければ、そこらの金持って、男の方が結構女の人より持ってるのが多いから、男の人引っ掛けられるからね。うまくやれば絶対頭使ってる。そう、女だったら多分そうです。いや、そうだと思うよ。もう多分色気使ってやるか、トーク使って男を騙し込むか、それでも普通に安定の日常、俺だったら歩むけどね。試験最初に蓮見さん、蓮見真由美さん、ありがとうございます。つんちゃん勝負。金持ちの配信者は、まあ、上層部だよね。石川のりゆきさん、金丸さん、ネットの王子は、あとやっちょだね。新やっちょも公式、ガンズ公式配信でやってるけど、相当金もらってるから。あとは、ナーボー、DJ、ポンスケくん、ベンジョ太郎も閲覧は少ないけど、バックがすごいから、ベンジョ太郎でしょ、まあ、うなさん、あと誰だ、まあ、いっぱいいるよね。じゃあ上層部、大手って言われる人たちはみんなほとんどすごいと思う。ビリーも3杯目です。3杯目光る。こっちもちょっと読んでないですか。配線もいるぞ。いや、だってユイガは生活受給あれなんでしょう、生活保護じゃないんで。ここ僕3杯目光っています。よろしくお願いします。これは6月10日、今全国47都道府県旅してて、試合が決まってから拠点郡山を置いてるだけだって。今残り11件なんで、だからまた鹿児島から再スタートするよ。俺はもう全国旅してるから、もともと6月10日の試合終わってからはあれです。僕郡山済みです。今6月10日までは拠点置いてるんで、俺放送しない。放送今こっちでツイキャス同時にやってます。ゆみちゃんですか。便所の企画は6月10日やるよ、しろさん。大阪まだ行ってないですね。浜のあーちゃん、九州行くから、だから6月10日終わってから1週間和道さんとトレーニングやる。ヒカルさん、ヒカルがこれから会う配信者はオロナインさんに会う。オロナインって誰ですか。わかんない。誰誰、オロナインって誰。シロさん見てくれたっすオロナインって誰。福島市、いや、リアドする約束するんだったら行くよ、全然。
まあリスナーさんは大体くるくる詐欺が多い、ね、そう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 、やっぱ気分そう変わったとかなるから、結局そんなもんすよ、うん、だからっていうかね、こんだけ近い距離だったら、車とかで40分、ほら、思い入れある人だったらさ、2時間半かけて車で来てくれるわけだから、うん。だから近く来たら、全然会おうよ。で、本当に会いたいって言うんだったら行くよ、俺。うん。ニコ生のゲームの株持ちわかんない。でも最近ちょっと俺もそっち系と、最近ランマくんが仲いい。で、あとは、この間スイマくんとかあったし。まあ、最近違うジャンルとの方向にも手を広ませようと思っていろいろ頑張ってる。ステッカー何種類？ステッカー4種類あります。4種類もあるんだ。4種類あります。俺1種類しか作れなかった。いくらぐらいで大体あの上限は持てます？え？僕は一応相場800円。ああ、値段？販売？大体販売っていうよりは相場、相場支援の相場。あ、支援の相場は1000円で大体1枚ぐらい。ステッカーの相場がある。1000円で1枚ぐらいですね。1万円ぐらい。まあ、2000円だったら2枚渡したりとか。なるほど。3000円だったら3枚渡したりですね。はい。うん。わかんない。違うじゃないし。俺、ニコ生からじゃないもん。なんか、和道さん、から近い？あ、和道さんね、ふわっちやってるからね、和道さんとこ行ってあげて。俺ももう配信切るわ。うん。俺、あの、和道さんが今、ふわっちで配信してるんで、そろそろ僕は酔っ払いモード入るんで、酒本当に配信はいいや、もうとりあえず和藤さんの枠に行ってください。皆さんよろしくね。和藤さんいらっしゃい。相場やんない、無理。カル君と会ったもん。3杯目最近もう配信面白くないっつうか、なんか配信じゃなくて俺リアルで忙しいからさ、飲みたいんだって今日は。とことん飲みたい。飲みたい。もうストレス発散しないよ。分かって。しかもだって閲覧低いし面白くない。面白くない。面白くない。来てる人にそれ言ってもさ、来ないやつが悪いんだから、この人たちは悪くないでしょ。そうそうそう。応援してくれてるんだから。もう無理。ありがとうね。皆さんありがとうございます。わざわざ来てもらって。すいません。ちょっと減られました。福島市だから行くよ。僕減られました。行く行く。じゃあ、和藤さんのふわっち、和藤さんのとこ行ってください。ありがとうございます。行くよ、会おうよ。ありがとうございます。さんいらっしゃい。原発は、配信はしない。プライベートで取材しに行く。あ、行くんすか、原発。行くよ。原発さん、規制とかかかるかもしれないですよ。だよね。はい、最悪、国が関わってるんで。でもまあ、その現状もほら、被災地を見てないっていうのも違うじゃん。やっぱり、気持ちを知らないとさ。だったら、原発とかの気持ち、まあ、原発っていうのはやっぱ放射能なので、うん、それとかじゃなくて、うん、だったらその沿岸部をどんどん移してた方がいいかもしれない。あ、本当？あ、移さないの？配信はしない。あ、配信全くしないんですか？そう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 。で、その現状、日本の復興できてるのかとか、できてないとかを見たいの。まあ、賛否両論ありますからね。そう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 。移してほしいっていう人と、思い出すからやめてほしいっていう人。だよね。はい。だから、なんか嫌な思いする人がいるんだったら、配信は移すべきじゃないなと思って。でも多分、それは相当極論なんですよね。この先ずっと会っても、傷跡は残るだろうし、結局、癒されはしないんで。まあね。でもそれを伝え、そういうことがあったってことを伝えなきゃいけないのは事実です。そうだよね。はい。相当難しいですよ。だからまあ、ポジティブなニュースがあったら、俺の言葉から、あ、ここ良かったよとか、こう、できてたよって。あんまりネガティブなことは、うん、質問するしちゃうかも。はじめまして、どうもどうも、楽しんでってください。和藤でーす。個人的な意見だけど、原発まで、福井の方に心に感じるものがあり、ああ、そうなんだ、うん。やっぱり同じ日本人が苦しんだわけだからね、見ないと。すいません。すいません。いいね、ジェルドさん。そういう挨拶大事だよね。生ください。配信は回さない。ごめんね。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。初見さんどうも。はじめまして。カル君からかな。そうです。うん、まさとのとおり。うん。うわ、ユミちゃん。ユミちゃん来たんですよ、和藤さんの。嘘、どこ？あ、二宮ユミ。うん、大臣ユミちゃん。よろしく、ユミちゃん。はじめまして。よろしくお願いします、和藤です。
初見さんどうもどうも、楽しんでってください。まったり枠ですよ。今日本全国回ってます。1万人リアドズの旅やってるんで、よろしくお願いします。面白かったらでいいんで、フォローしてもらえると嬉しいです。まあ強制フォローで多分ツイキャスとかもう今あの本当にちょっと暇な時間に見た時に面白い配信者がいないんで、ほうほうほう、多分もう僕はやっぱその和道さんをしますありがとう本当に。でもちょっとアダルトな放送かもしれない俺は。風景映したりとか、なんかここ綺麗だねみたいな、おっさんの放送だからさ、全然いいと思います。いや俺はほどほど、俺は飲むよ。今3杯目？今3杯目です。ああいいね、3杯目光る。いいね。とことんだよ。飲むときはとことん3杯目。ビールが好きなの一番。そうですね、生でも最近ハイボール行くんですけど。あ、いいじゃん。ハイボール行くと僕あの多分アパート帰った時とかに多分炎上配信します。いいじゃん、フリでしょそれ。だってワードさんにちょっと目が離れてほしいです。俺結構相当うるさいですから、アパート内でもうわーとか言ってますから。いやーそんな感じですよ。キチガイじゃん。はい、結構キチガイです。ヒカルとスロット配信する？やりたいっすよね。お、やってみる？やりましょうよ。だから地元のね、スロットで面白いことあったら三脚欲しいっすね。三脚ベーションね。え、そう、楽だよね。まあでもあれだね、あのその俺はさ、あのリスナーさんのお金でもらって生活してるから、そのお金スロットに使ったってなると嫌だから。いや、ここもです。そう、前枠でスロット配信の花火くださいって言って、でその花火が軍資金で行くっていうのでやろうよ。それでやろう。うん、スロコラボ。それだったらさ、スロット好きな人が支援するわけだから問題ないからさ。へえ、カリバさん来てるんだ。へえ、スロットっすか。じゃあカリバさんはね、金貸しの配信者。ニコ生の金貸しの配信者だって。金貸しじゃないや、金の取り立ての配信だ。取り立て配信者。そう、牛島くん、牛島くんみたいな。だから覚醒器と思って返せーみたいな。マジっすか。マジ激アツ。相当キチガイっすね。キチガイではないんだけど、もうガンガン追い込むみたいな。でも取り立てするんですよね。そう、すごいっすね。家の前で覚醒器とかやるよね。すごい、やば。ヒカルくんとスパーリング終わったんだよ今。そう、終わったよ。練習終わりの打ち上げですね。打ち上げ、打ち上げ。そう、強かったよ。いやいやいや、もうワドさんは読めなかった。ヒカルさんからいらっしゃい、よろしくお願いします。ヒカルくん蹴り重い、パンチもね前段重い。あの俺ね、軽くポンポン打つっていうのを教わってて、軽めに、その、嫌がる。威力ないんだよ。あー、懐かしいね、エミさんとね。格闘技やってるんじゃなくてね、あの、俺はね、弁当太郎さんが主催する格闘技のイベントに俺とヒカル君出るんですよ。そう。それともど素人なんで。そうそうそう。それでいろんな人に教わりながら、二人とも素人なりに頑張って練習してんの。独学で頑張ってます。これです。6月10日、新木場ファーストリング。よろしくお願いします。そんなことできるんですね。できるできる。やば。例えば、ステッカーこれ販売してまーすって。すごっ。ワドルさんすごいっすね。パソコン編集こういうことができるから。すごいっすね。そう、例えば、リアドするにはどうしたらいいですかって。差し入れはこうでーすって、こうやって。テロップ切り替えられる。これメニカムではないですか。メニカムじゃなくてね、これは OBS っていう無料ソフト。あ、これ無料なんすか。これ無料無料。いや、俺も撮りたいな。うん。嫌かったら教えてもらっていいですか。あ、設定するよ。お願いします。面白そう。なんかメニカムだと画面ちょっと削れるじゃないですか。うん。あれが嫌なんですか。全然ない。メニカムのロゴも入らない。あ、いいっすね。そう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 。すごいいいよ。これいいな。いいでしょ。あとなんかこっから、例えば他のホームページ開いた時にその画面映したいじゃないですか。できる。それもできる。できる。できるできる。だゲーム配信もできる。まあいいわ。あ、ニコ生出身だとこういう、なんか、やっぱ強いっすね。そう、こだわりがね。教えてくださいってね。うん、教える教える。だ家配信とかは、はい、あれでやればいいのよ。これで。パソコンで。はい、やりたいっすか、うん、なんか僕のカメラ、あの、何でしたっけ、あの、カメラ。ロジクール。ロジクールっす。うん、の安いやつなんですけど。ダメ。
ダメですよね。ダメ。だから和藤さんみたいなのにこれ全体映るようにしたんですよ。うん。あのね、ロジクール、これもダメなやつなの。これ5800円のサブカメラなんだけど、ロジクールの1万5000円のやつが抜群に。あ、そうなんですか。抜群に。それ金林さん使ってるんですよ。そう。全員使ってる。あ、そうなんですか、ね。もうそれ以外ない。そう、勉強。これやったんだけど、太った。太ったかな。和藤さんだって10キロぐらいですか。うん、そんなでもね、6キロかな。でもこの間その記者会見にあった時は全然痩せてるんですよ。痩せるでしょ。記者会見とかパンパンだったの。あの時ね、82キロだから増量したの。そう、すごいすごいな。今日スパーリングしたの。したよ。マススパーリングって言って寸止めみたいな軽めにやる。軽く当てるぐらいの。そうそう。だから、まあ、おふざけじゃないけど、本気でやるんだけど、お互い間合いとか、その、まあ、いろいろ確かめ合ったりとかする。もう、その、距離でわかるから、あ、これもらったとかさ、軽く当たっただけで、あ、これ、倒れたとか。タイミング良ければ倒れちゃって、今日何回も倒れちゃったんだけど、俺。酔っ払ったわ、もう。髪の毛シルバーなんだけど、もうちょっと緑っぽいっすよね。今グリーンだね。グリーンっす。アッシュのグリーンって感じ。アッシュです、うん。またちょっと最後に進めないかな。7割もそうだね、7割ぐらいがいいかもしれない、うん、まあもうちょい、だから1週間、和藤さんもここにいて、毎日ちょっとトレーニングして、1週間の最後の日にガチでスパーリングするから。本気でスパーリングやります。試合形式でやります。もう一回ヒカルジーコ引っ張り出して。何のジーコ。ジーコはジーコ、ジーコさんは長いコース。ああ、はい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 。長井そう、長井さんは俺電話番号とかも交換してる。すごいよあれ。四国来たら一緒に飲もうなって言ってくれてるんで。四国行った時全然飲めるんで。家にまで翌日ちょっと僕招待されてたんです本当は、うん、だけどちょっと僕も酔っ払いすぎて、ちょっと行けませんっつって、あとやりたいことあって、そう。マウスピースは買う。2人でやったけど切れちゃったから、ちょっとやっぱつけないダメだと思って。うん。俺どうですか。俺弱いっすよ、うん、でも練習ね、こうちょっと教えてもらったりするといいね。旅先でこうだよとかさ、こっちをこうやるんだよとかね。楽しいもんね。こうした方がいいかもしれないです。そういうのは楽しいんだよ。欲しいよね、なんかね、コンビネーションとかね。コンビネーション欲しいです。うん。ね。新年。ちょ、ションベイ行ってます。行ってらっしゃい。トイレはどこ？トイレね、左。うん。よいしょ。ガチスパーマッセード、あ、ぜひぜひ。お願いします。ぜひお願いします。大歓迎です。旅配信中なんで怪我とかできないんで。まあでも格闘技やってる人だったらその辺わかるよね、絶対ね。どれくらいの力でやったらダメになるかとかさ。なんだろう、画質が悪い。こんな感じにしようか。これだったら見やすいでしょ、みんな。これでやろうか。ていうか、和田さん、俺、肘打ち食らったとこあるじゃないですか。肘打ち？はい、ここ、韓国で来たんですよ。嘘、はい、マジ、大丈夫？大丈夫、こめかみってことなんですけど。うん。ごめん。で、ツーウィンドウ。え、そんなことできるんですか？できるよ。
見れる今2人映ってるから、うん、2画面パソコンの配信、あ、やべ、いやこれすごいですね、両サイドカメラの数だけこういうことができる、すごいっすね、マジで、そうそうそう、だからあのパソコン配信にこだわりがあるの俺は、すごっ、そしたらさ、リスナーさんも2人のリアクション見えるでしょ、すごいっすね、高画質な光るときのこれだったら外配信の風景映しながら自分のリアクションとか撮れるから、うん、やりやすいんだよね。ここ単語もできてます。マジでごめん。ちょっと待って。光がね。どこ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 できた。打つでもう一回。どこ？どの辺？どこ？あ、本当だ。ごめん。全然大丈夫。肘当たった？あの、なんか見切りの時。嘘。あの説明してる時に、和道さんが返事が。嘘。こうか。こんな感じで光くんごめん大丈夫です。当たるんですよ。ごめんマジで。いや、ゲストの方がでかいのは基本だよ基本でしょねえ、ヒカルくんのリスナーもたくさん来てるからね、俺のリスナーは俺の顔いつも見てるから、なんか恥ずかしいな、これ普通でいいよ、ヒカルくんイケメンでしょ？じゃないっすよ。高画質。まあでも確かに僕の画質悪いんで、高画質って多分リスナーさん見ることなかなかないですよ。そうだよね。キャスだと画質、あのスマホだと限界あるもんね。ヒカルをここまで高画質見たら久々だな。でもあれだね、おでこでさ、ヘッドスリップやるから、ここも来てるね、ここ。そう、あの、ここ打ち込みのこのガードレンジの時。じゃあ、眉間も赤くなってんの、ここ。そうです、ここっすね。うん、そう。打ち込みの時に、うん、このガードレンジの時に、和道さんめっちゃ頭しか投げてくる。あ、違う。あの、顎が引けてるから、間に空いてるのはそこしかなかったの。そう。まあ、そうそう。そう。だから、その、なんつうの、ヘッドスリップだからしょうがないんだけどね。でも、打たれたら嫌じゃん。まあ、そうです。そう。嫌がらせでポンってね、スマッシュ気味でちょっと入れてたの、ジャブを。あ、はじめまして、スイカさん、楽しいです、楽しいですが意味わかんないの、酔っ払ってんな俺。酔っ払ってじゃん、ガスイートおっさんなのバレる。直徳さん正解です。スパー配信、あの、いや、見れますよ、ブルマジンさん。あの、なんだ、タイムシフトに載ってるよね。公開してるから、1個前の放送。俺の2人のやつ、しかも別視点で映ってるんで。そう、光る。うん。あ、和藤さん、YouTuber。YouTube にはまだ、そう、編集まだだから、あの、ふわっちの方にも上げてる。僕視点と、その、まあ、和藤さん視点の、うん、クロスバージョン。クロスで、うん、同時にやったら面白い。面白いよね。絶対面白いですよ。たくみさん見てる？ヒカルくんが、あの、ヒカルくん視点と俺視点で、こう、うまく編集してくださいって。絶対面白いっすよ。ねえ、そうだよね。面白いよね。そう、ツイキャスは手軽だし、長時間できるけど、なんか画質にこだわる配信とかするんだったら、パソコンがいいっすよ。枠がいいよ、もう。で、家に帰ったらツイキャスで炎上してやるよ。和藤さんも巻き添えにするから。いいよいいよ。和藤さんも巻き添えにしてツイキャスで今日炎上するから、俺。面白いね。やろうやろう。炎上大好きだよ。炎上巻き込み配信。パソコンあるよ、俺。
ああ、行ったよ。とりあえず閲覧4桁余裕で行くか。マジか。サル君パソコン持ってる？パソコンは別のことだよ。ねえ、持ってるよね。あ、全然楽しいよ。なんか和道さんのそのリスナー視点から見た和道さんの顔が、うん、なんかね、照明写真そうなんか車の照明写真みたいな顔してる二分割でね、そう、すげえあの照明写真これ絶対黒歴史になるんですよ。黒歴史になるかな。全然俺普通にやってるけど黒歴史カメラワーク。俺ね、もともと、YouTube 出身なんですよ、実は。だからね、カメラとかすごい YouTube のクリエイターズアカデミーっていうさ、動画で勉強した。ワドさん好きだわ。ワドさん好きですよ。俺もヒカル君大好きだよ。すごい。気持ちがいい男っているんだよ。本当に。あ、でもね、会った瞬間に分かった。俺言ったもんね、絶対王手になるってね。閲覧1000個いるって断言できるって、最初に言ったんだよ。そうそう、言ってくれました。そう。あの時200ぐらいだった、同時に。200人ぐらいです。あ、もう、この人行くわっていう。会ったら分かるんだよ。うん。そう。なんでかって言うと、本人が決めてるの、心が。俺はなりますっていうのを目で伝わるの。ヒカル君酔ってきたね。酔ってきた。画面同士でチューできるかな。ヒカル君できる、チュー。ヒカル君できる。もうちょい前、もうちょっと前、ま、前だからね、こっち逆逆、そこそこそこ、そういう感じ、もうちょい。あ、できた、できた、できた。今、キスしたら、ラブラブだね。気持ちいい男ですよ、3枚目ヒカル。ハゲだ、もう32だよ俺。ハゲるよ。キモい。いや、いいっすね、面白いっすね。全然つままないんだね。いや、じゃあさ、和藤さんに殴られた顎が痛くて飯食えません。よく言うわ。よく言うわ。この絵面白いでしょ。おー、酔っ払ってるね。はい、そこにあるよ、新しい。宗教の人って、そう。うん、美味しかった、美味しかった。醤油つけないの。何キャスやめて何やんの。バックパッカーってどこ行くの。世界中バックパッカーまでは配信でやるって言ってるんだよ。配信して、あとは僕は商売。え、商売、商売起業起こします。起業起こす、はい。会社を起こすか起業するだったら分かるけど、起業を起こすっていう言葉を俺生まれて初めて聞いたんだけど。いつか、だから、和藤さんと会うときは、僕が配信やめて、僕がただスポンサーだ。それ面白いね。ヒカルさん花火ありがとうございますって。ヒカルさんすげーって。それ面白いね。何系の会社やりたいとかあんの。ないっすよ。僕は浅草広くで、なんで全国旅と、海外行ってるかっていうと、人脈を作るじゃないですか。なんで幅広くやっていきますけど、その社会勉強で今全国に旅してるんで、海外も見てきます。いいね。でもね、本当にお金持ってる人リスナーさんでいっぱいいるもんね。事業のキャリア長い人とか。そうですね。うん。テレビの対談番組みたいになって。とりあえず47都道府県、花嫁探し。おお、いいじゃん、いいじゃん。俺の空じゃん、それ。俺の空です。海外も行ってきます。ねえ。はい、でも外人とかいいんじゃないの、その、彼女。いや、金髪美女と一発やりたいですね。一発やりたいです。いや、そういうことじゃなくて、お嫁さん。あ、お嫁さん。そうそうそう。どうですかね。まあ僕も、祭りで子供3人いるんで、まあ一応人生は終わってるんですよ。そうか。まあでもある程度やっぱやってるんで、いつ死んでもいいからって言ってるんで。悔いはないよね。悔いはないです。借金も背負って、まあゼロにまでチャラに戻して今のバッカーがいるし。うん。まあ、あ
とはどれだけやれるかなって人生、まあ、普通に過ごせるかなって感じやることやうん、どんな会社を起こすんだろう、面白いな、楽しい。俺もね、あの北海道のリスナーさんが旅終わったら一緒にあの店をやろうよまたって言ってもらいたい。多分店作ると思う。本当ですか。うん、まあでもやっぱその配信でつながったリスナーさんとかの絆を、うん、やっぱ配信やめてもリアルでやっぱつなげていきたいので、うん、それをどれだけ引き出せるか、うん、いいね、はい。富山で金髪できる店あるね。俺は全然下の方はいいや、うん、でも地元だから知ってるでしょ、この辺のお店とかは。あ、全然ね、はい、うん、え、髪染めたいですか。俺どうしようかなとか思ってんだよね。そしたら月曜日とかその専属美容師の方に連絡取ってやってもらうことできますよ、うん、マジで、はい、やってもらおうかな。髪切ってないし、まあ、落ち目でちょっとこそっとバリカリしてください。勘弁してよ、勘弁してよ。デコン広いよ俺、昔から昔から。いや僕もデコン広いっすよ。どれ。あ、いや俺の方が広いな。俺の方が広いっすよ。おどうだ。ワドさんが本当になんかそのなんか免許証の写真いや何なのにしか見えないんだけど、何なのそれ。そう、視点変えるじゃん。なんか腹立ってきたわ。マジっすか。なんか証明写真が動いてる人みたいな。うるせえわ。なんだよ証明写真が。なんだろうね。こういう方がいいのかな。マドさん青とかにしますよ。あ、ブルーいいね。あ、レッドがいいなと思ってんだよな俺。あ、でも青いいな。青久々やるわ。でも俺思ったんですけど、マドさんね、髪だいぶ伸びてるんですよ。多分ベレー帽に似合いそう。ベレー帽なんか戦場のカメラマンとか。カメラ避けてね。なんか似合いそうっすね。ジャーナリスト的なね、サンクスなこいつっていうね。それいいかもしんない。絶対似合いっすね。ベレー帽買おうか。髪でも青とか やってもらえるのかな、カラーとか。できる全然。あ、全然多分お願いすればね。あ、本当に。あ、じゃあカラーでやってもらおう。じゃあ連絡しますよ。多分月曜日がお店休みなんで、貸し切りでやってもらえると思うんで。OK、うん。バカにされてるよね、完全証明写真はね。いや、バカにしてます。こういうの好きなの、俺は。バカにしてませんとか言うと、バカにしてんだろうって思うけど、バカにしてますよって。気持ちいいよね。3センチ、どうだろうな。まぁ、こんなもんじゃないの。ちょっとデコ広いおっさんだよ。いいよ、でも、もう女いるし。まあでも、ワドさんはね、僕はやっぱ、その好きだし、なんか、いじってるし、やっぱなんか、そうじゃないですか、境界線。そう。そうだよね。下手になんか、かしこまって硬くなってもいじれないし。わかるわかる。いじれない人っているもんね。そういます。やだ、俺も。いじりたいもん、仲良くなったら。配信者だし。わかるわかる。で、やっぱいじれるんで、硬くない配信者。そう。硬そうに見えるんだけど、意外と硬くない。仲良しだよ。闇金牛島君みたいと言われてるからね。青か、青かっこいいかな。ハーフでさ、こっち側金、こっち側青とかさ。NHK の対談番組みたいな、さっきも言われた、対談番組っぽいって。マジっすか。なんかカメラが感じた。僕はなんかそういうなんか対談系じゃなくて、なんか今からトンネルズ の食わず嫌い。はい。実食だよね、これ。食わず嫌い始まんじゃねえかって思う。わかる。それ超わかる。うまいね、例え。確かに。こんな感じか。実食っぽい。食わず嫌いだよね。食わず嫌いのカメラだよね、これ。カラ君飲むな。いや、僕はもうちょっと飲みたかったんですよ。飲んでなかったの最近。いや、まあ確かに、まあ家では飲むと炎上もするし、酒もするじゃないですか。で、酒は俺が飲むイコールもう炎上配信っていうのはリスナー様だ。はい、もうフラグなんだ。そう、酔っ払ってくると炎上するぞっていうのをもう分かってるんですよ、これリスナー様。なるほど。大体もうそれが定番なんで。ヒカルくんが4杯目で俺が2杯目、仲いいよ。てかね、俺は本来配信ってこういう風にやった方が
リスナーさんも楽しいと思う。いいんだよ。若い子は、喧嘩とかはたまにやったら面白いじゃん。でも、俺は、なんつうの、今のキャスの子たち見てても、台本臭いっていうか、仕込み臭い、喧嘩嫌いなの。こうやって仲いいところで、1時間後に掴み合いになって、ぶん殴り合いになってる方が面白いじゃん。そう、ガチの。そう、だからなんか散々ね、1週間、1週間後にスパーリングしますとか言ってて、そうそう、スパーリングしちゃう。おめえよとか言って、マウンド取ってさ、ボッコボコに俺がこうなった方が面白いでしょ。翌日に絆創膏貼ってね、そうそうそう、すいませんとさ。昨日はすいませんでした。そうそうそう。そういうのがいいよね。それ面白いですね。なんかさ、ネット越しでさ、誰々がディスったどうとかさ、子供じゃねえんだからさ、ディスるだろ、それは配信やってんだから。くだらねえよ。が好きでパソコン配信だからだと思います、多分。ありがとう、カズくん。ねえ、文句とかさ、リスナーさんも面白くないよ。基本的に僕はもう台本一切読まないんで。ねえ、それがいいよ。そこはやっぱ大手さんに嫌われるんですよね。あ、うん。だ僕なんかその、便所太郎とかセブンとかに言われたのが、ヒカル君炎上起こして、その大手さんとかに渡した後には、裏では謝っといた方がいいよみたいな。俺それ切れたんですよ、逆に。あっつって何言ってんの、配信者だでしょ、つって。それぐらいじゃあ謝るとか分かんないけども、分かれよって、配信者だったら。僕はそういうタイプなんで、はいはいはい、配信者だったら。なるほどね。だからもう、まっすぐなんだよ、ヒカル君は。まっすぐなの。そこがいいよ。不器用だけど、パワーはあるから、まっすぐなんだよ。だってどっちも、まあ、どっちかに偏ってるリスナーさんに対して失礼じゃないですか、それ。まあそうだよね。そうだよね。結局、じゃあ裏の光に実は繋がってましたってなんだよ。そうだよね。リスナーさんが裏切られるわけだから。そうだよね。うん、味方だよ、俺は。そうだよ。リスナーさんに対しては誠意だよ、それは。あ、そうだよね、リスナーさんから俺ら飯食わせてもらってるんだもんね、こうやってうまい飯をね。ね、それに気づくまでどれくらいかかったかな、うん、何年目でそれに気づいたろう。最初はね、俺がだもんね、やっぱり。和藤さんは配信できてくれますか？俺、4年目で、3年と8ヶ月かな。どれくらい？あんま変わんないですよ、僕も2年半から3年くらい。あ、うん、変わんないね、うん、そうそうそう、俺の方が先輩だね。金梅さんがちょっと5年目ぐらい。金梅さん、そうだよ。金梅さんのデビュー知ってる？金梅さんがどう上がっていったのか。すごくて、金梅さんがどう上がっていったんだって。違うんだよ。違うの。要は、何やったとかじゃないの。どうかっこいいかっていうと、もう全部が、なあなあ、今のキャスみたいになってるのよ。そこに、彗星のように現れて、いきなり、ブワーって進化したの。だから、すごかったよね。何回もバンになって、アカウント消されて1から作り直しても、次の日にはもう2万コンビとかだ。やばい。2万人とか3万人とか、もう再生復活再、すごかったよね。だって、枠開けたら神回って呼ばれてたんだよ。すごい。あの人はもう、キレッキレだったよね。すごい。あれはすごかったよね。もう、金映えだったもんね、一色。すげえな。何が違ったって、今とスタイル全然違うよ。てかね、それは配信サイトが規制に対応していかないといけないからなんだよ。もう、規制厳しくなってますからね、やっぱ。そうそうそう、要はね、ニコ生で、ね、規制特化緩かったから、暴れまくってたのよ。っていうか、むしろね、金梅さんがその規制の基準を作ってたぐらいなの。そう。これやったらダメっていうのをどんどん塗り替えていくの。ギリギリをついて。あ、花火ブッシー、マジでごめん。ちょっと待って、酔っ払ってるからさ、熱くなっちゃった、ごめん。二人に乾杯だって。新竜さんありがとう。ごめんね。花火無視って言ってくれた人もありがとう。気づかなかったわ。すいません、酔っ払ってるんで。ちょ、今なんて何、あ、生一つ。どうしよう。梅酢サワーで。イケメンだなぁ。ていうかさ、本当に郡山の女の子可愛いし、男もおしゃれでイケメンなの。美男美女多いね、ここ。多いっすよ。福島が多いの。郡山が多いの。郡山ですね。郡山なんか。要は原宿みたいなもんだ、東京。郡山は、日本全国の中で、エイズ率ナンバーワン。もう怖え。
やりちんやりまんなんだ。うん、やりちんそこのやりちんやりまんが多い町にいるのに全然やれてない。半年間やれてないんだ。そう。しかも人気配信者なのに。配信者ね、自称やりちん配信者なのに全然やれてない。で、どういう女の子がタイプの？いや普通にあのいろんな女の子タイプですよ。あ、じゃあ特定の背が低いとか高いとか綺麗系可愛い系とかじゃないんだ。もうその子に会えば全然いいんで。意外とこういうね、なんか人を見る目みたいなのあるんだよね。そういうのを伝え方が下手だよね。でもさ、モテるキャラじゃん、ぶっちゃけ。そう、要は、なんつうんだろう。なんか、エグザイルじゃん。エグザイル方面じゃん、こっちの方は。ねえ。わかる？なんだろうね。じゃなんか僕の配信したら飲むじゃん。はいはい。で、女の子も誰か止めてくださいって止めてくれるじゃないですか。うん、多分、俺も結構ガーガーやらせてくれる女の子止めてとか、で、止めてくれるわけじゃないですか。うん、でも俺酔っ払って寝れるし。で、その女の子、あの、翌日からまっさくコメントも送れないです。でしょう。要は、女の子はだってやる気あるもんね、それ。そう。で、失礼な、要は寝ちゃったんでがっかりだもんね。女の子に橋をかかしたんだよ。なるほど。服装痛いです。なるほど。福島の悪口言ってないじゃん。ソロ版塾タイプとエグザイルの対談ですごい。ありがとう、ごめんね。さんま、いまいち似てる。よく言われます。小吉、エグザイル小吉。昔からっすね。気に入ったからってごしゃぶするの俺じゃないよ。ごしゃぶをしたの、ロハコさんだから。俺じゃないよ、犯人。ヒカル君かっこよく撮ってますよ。完璧な角度で撮ってますよ。斜め45。そう。基本だよね。漏れてます。漏れてる。理系の人とエグザイルに憧れ続けるおっさん。じゃあ俺だって配信始めてから半年、何なんですかね。なんだろう、エグザイルに憧れ続けるおっさんは面白かったんだけど。そう、だけどね、俺、ぶっちゃけ、まあ、配信始めて半年間ぐらいで、そう、3代目とかに出るって言われるんですけど、エグザイルの職地にやると、全然興味ないですよ。だってエグザイルって、エグザイル系とかってぶっちゃけモテるじゃないですか。モテるよね。大嫌いです。モテるのに俺モテてないから。似てるって言われてるのにモテてないんだもんね。モテてないんだメリットないよね。そう、なんもないじゃないですか。大嫌いです。おうおう逆に。いまいち似てるんだ。マジ大嫌い。全然モテてないんだから。そうだよね。キムタクそっくりって言って自分持ってた方はうるせえよと思うよね、確かに。エグザイルわかんないな、おっさんだからもう。俺もわからん。もっと痩せたら今市くん似る。でもヒカルくん痩せてるよ。あのね、カメラってね、横に広角って言って、その、なんつうんだろう、こう丸く風景が映るようにするから、そう、丸く球体になってるの。横が長く見えんの。だから実際会うとね、みんな、思ってたより痩せてますねって言われるよ。いやでも1年前はもう少し。そうだね。バリバリやっぱ働いてた。確かに写真見たら昔の方が痩せてた。違います。カルグはメンヘラに人気がある。違えよ。ニコ生がメンヘラばっかりなんだよ。ニコ生じゃない。キャスもニコ生もフワッチもメンヘラばっかりだの。俺多分配信会ナンバーワン、あのメンヘラの使いがうまいって。メンヘラ使いでもうまいと思います。マジだ。僕最近寝る前に見てるのが歌舞伎町ナンバーワンホストのドキュメンタリーです。あー、要はメンヘラカモにしてるもんね。カモにしてる、そうだよ。いや、そうでしょ。だから誰が俺のナンバーワンになってくれるのかな。俺のナンバーワンになってくれよ。光くんの周りメンヘラ多いんだ。なんだろうね、メンヘラをこう、メンヘラをさ、フェロモンかなんか出てんのかね。僕がメンヘラを弱せ、こう寄ってくる。パルパルが太って見えるのはカメラのせいだったのか。だからあれだよ、金梅さんの顔の大きさって多分ね、あ、フレームに収まらないけど多分収まらない。でも今度会った時にじゃあ巻き尺で測ってみる。巻き尺で測ったら金梅さんの縦とよく測ってみます。本当は二等身なんだよ、金梅さん。石川じゃ、間違えた、また言い過ぎた、言い過ぎた。ごめんごめん、そう。金梅さんは、本当は、あの、4等身の。で、石川紀之が3等身だから。こういうこと言うから怒られるんだよね。おい、おい、ひける。
ワッフル。金前さん結構シビアで、なんか配信上でも、なんか全然文句言ってないのに、電車まで飛ぶじゃないですか。うん、そうすると、なんか配信とかでもそうですし、リアルでも、ちょっと警戒するんですよ。わかるわかる。金前さん、すごいコミュ障で、あの人。ナイーブなんだよね。金前さんってすっごいナイーブだと。すごいナイーブで、繊細なの。そう。そう。で、溜めて溜めて溜めて、バーンって爆発するタイプなの。金前さんそうなんだ。そう。で、爆発するところがね、別のところなんだよ。そう。それが面白いの。そう。うん。閲覧一番、ありがとうございます。ありがとう。ヒカルくんのおかげだ。ヒカルくんありがとう。ヒカルくんリスナーもありがとう。ありがとうね。僕もでも今月ちょっとリスワン全然興味ないですけど、取って1万円は欲しいんで。ねえ、うん、協力する。もちろんもちろん。言って言って。はい。やろうよ。うん。いや、この1週間の中でなんか決めようよ。はい。あ、っていうかさ、あれだよ。本気でやる日なのか。ね、閲覧伸びないの、俺とスパーリング本気でやる日なんか。だから前、そうそう。ガチでやります。それふわっちでリスワン取ろうよ。前の日の夜中から狙ってさ。でもそしたら寝不足で対戦することがあるので。あ、そっか。はい。なんでちょっとその辺までもいいですか。ね。で、まったり配信もリスナーさん、ね。面白い人もいると思うんで。うん。オッケーオッケー、協力する。ツイキャスでいつも炎上してる感じ。俺はね、あとドレさんにそろそろ取ってもらいたいの。ふわっちで300人集めてて、で、今本気にならないと配信者としてダメだと思うから、24時間粘って撮ってほしいんだよね、ドルさんに。そうすると配信もっと好きになるんだよ、ドルさん。ドルさん、でも10年配信やってるんですよね。そう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 。ドルさん好きだな。俺だって人めっちゃいいなって思う。いや、超いい人だよ、めちゃくちゃいい人。いい人。超いい人。礼儀正しいし。その、なんか配信者に対してのリスペクトみたいなのが感じるんだよね。やっぱ他の、まあ、大手さんの流れとかも経由してるわけじゃないですか。で、知識や、まあ、知恵とかもやっぱ長年生きてきた分だけいっぱいあるんで、それがやっぱ絶対喋れるじゃないですか。自分で経験してる、思ってることは。あそこの枠ってさ、おっさん雑談枠ってうなちゃんマンとかさ、だから美味しいよね、ライバルが少ないマーケットとか。うなちゃん年上だよね、ドルさん。53。53ですね。多分最年長じゃないですか、配信者の人。だよね、多分。いや、相当すごいと思いますよ。ね。だって53で新しいことで一発当てろって言われても絶望的だもんね。ねえ、かっこいいよね。配信者ってほぼ無職。まあ無職みたいなもんだよ。サラリーマンとかさ、できないもん。できないですよね。まあでもお金もらってる時点でみんなサラリーマンですよね。あ、まあね、プロ意識は持ってるよ。ただ、その、夏の、毎日朝通うとかさ、上司の言うこと聞くとか、その、なんだ、勉強ができるとかができなかった男たちがやるところだからさ。まあ、墓場ですよね。墓場だよ。配信は墓場、墓場。間違いない。でも、個人事業主としても成立しますからね。そうだね。はい、だから、プロ意識は持ってやってるのは本当だよ、みんな。ネットアイドル。ネットアイドルではねえだろ。ネットアイドルではねえよ。気違いだよ、気違い。動物園の動物だよ。檻の中に入った動物だから。いや、浜でしょ。だから配信やりたいって若い子いたらやめとけって言うよ、本気で。食いたいですよ。バカなんじゃねえの。たまに勘違いしてね。そう。その、ね、全く配信の何も分かってない人たちが配信やり始めると、バカだな、こいつって思って。そう、何したいのか分かんない。もったいないよね。もったいないですね。若い子は配信者を目指したらダメだよ。YouTuber も目指してください、YouTuber。YouTuber 目指していいですか。そうそう。いや、配信は、でも面白いよ。その、やっぱ、一癖、二癖ある男たちが、本気でやってんだもん。そう。毎日本気で向き合ってるよね。なんだろう、その、石川紀之さん、僕がすごい、相当昔の時に、紀之さんの、配信論があるんですよ、やっぱりいくつか。YouTube、聞かすよ。で、僕が一番ズキュンと来たのが、配信者って、まあ、その暇つぶしからやり始めたりとかするんですよ、興味本位で。で、その暇つぶしで飯が食えてるんだからいいだろうっていうところで、状況が来た。暇つぶしで人生変わったの。本当になんとなくやってみて、それがどん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 人も集まってきて、結果的に今に至るんですよ、ノリさん。そこに行くにはやっぱ相当難しいですよ、確かに。でもノリさんはやっぱそういう暇つぶしから始めたりとかして、たまたまやってみたらそう。あの人はたまに呪縛でもいいんですよ、その天性だったら。俺は天性だと思って言ってるから、配信で。すごいな。
あとは、そのノンちゃん、どうした？もしもし、もしもし、今放送やってるよ。え、見れない？ふわっち、もしもし、うん、ふわっちやってるよ俺、カル君とトップページ今始まったんじゃないよ、ずっとやってるよ。90分目だよ今。うん、やってるでしょ。うん、OK、 心配しなくて大丈夫だよ。のんちゃん、うん、うん、はーい、後で電話するね。はい、何やってるのって。子供さん優しい。じゃあほっこりする。いや、のんちゃんね、子供みたいなんだよ本当に。俺も彼女欲しい。もう癒しが欲しい。癒されるよ。いいな、可愛いよのんちゃん。俺も彼女欲しい。もう、ね、たい。作りなよ。いやでも作るって言ってもなかなかないですよね。でもどっかにいるから、いつか巡り合うだけじゃん。なんかな、僕の多分価値観に合わせられる人なかなかいないと思うんですよ。あ、俺もそれ悩んでたの。でもそののんちゃんがすごいと思ったのが、そのし、なんだろう、本当に笑うよ。世界で一番芸能人とか俳優とかも含めて世界で一番かっこいいの俺だと本気で思ってるの、この子。いや、そう、でもそういう女性なかなかいないですよ、言ってくれる人って。いないよね。いない。しかも、言葉じゃないの。言葉じゃなくて、本気で伝わってくるの。だって、俺が寝てるじゃん。パッて目覚めると、こうやって、ニヤニヤしながら覗いてるんだよ、毎朝。アホでしょ？半年経って今でもそうなんだよ。俺が寝てパッて目を開けると、ニヤニヤしながらこうやって覗いてんの、モンちゃんって。かわいい。で、目が合うとパッて、やるのよ。マジで羨ましいっす。いや、本当にのんちゃん出会ってよかったなと思う。本当に彼女欲しいっすね。本当に癒しが欲しくて。癒されるよ。じゃあ本当に俺大事にするから、ね。誰かいませんか？ヒカルくん彼女募集中です。マジで。ラブラブですね。いや、旅終わったら結婚しようと思って。まあ本当にいい女捕まえたっすよ。どうだろうね。いや、いい女ですよ。俺ね、でもちょっと上から目線で言うっすけど、うん、いい女捕まえたっす。ありがとう。まあね、でもね、面白かったのが、のんちゃんに、なんで今までその47で、ね、そんなブスでもないし、ね、ちゃんと稼げてるんだから、仕事できるから、なんで、その、結婚とか、お付き合いとかしなかったのって聞いたら、あのね、メンヘラはね、配信者と付き合うオチになるんだよって言ってて、なんか俺ディスられたんだよ。なんか、間接的に。メンヘラには配信しかいないからとか言って、なんだそれみたいな。もう舐めんなよ、こいつと思って。すげえ傷ついた。結婚してる。アイコは無理。でもさ、その、食わず嫌いじゃなくて、一回付き合ってみるとか面白いじゃん。一週間限定とかでも。どう、体験を広げようよ。いや、違う、もう何回か会ってるんで。うん。いや、もう無理だ。あ、そうだね。ねえ、ヒカルくんにはね、アイコさんで。アイコは無理です。NG でーす。面白いな。愛子さん面白かったわ。昼間腹抱えて笑ったよ。まあでも、よくでも配信者っていう立場ながら、まず付き合いましたね。やっぱその女性っていうのは、やっぱその基本的にやっぱ嫉妬もするわけじゃないですか、もちろん。うん、で、まあ心配あったりとかもするわけでもありますし。うん、だそ僕の中でもやっぱその壁はあるんですよ、目線。要はその僕もそういうスタイルがあるんで、そういうスタイルでやってしまうと、必ずしもその見てて、理解はしてくれてると思うけど、女の人って必ずしも絶対嫉妬するもんね。いや、する。俺が付き合う時の一番最初に言った一言目が、のんちゃんのことは好きだと。だけど、配信とのんちゃんどっち取るって言われたら、俺は即答で配信選ぶ男だからねって言った。それは絶対に変わらないからって言った時に、それを理解してくれたっていうのが、最高だった。そう。俺は、のんちゃんと配信どっち取るかって言ったら、のんちゃんが例えば交通事故には死んじゃったとするじゃん。そしたら、
普通何もかも捨てて、ね、駆けつけるじゃん、病院とかに。そうじゃなくて、俺はカメラを持って、のんちゃんっていう最低の男だからねっていう。そう。それすらもネタにするよって。深いな。でも、それが配信だと思うんだよな。そうですね。カメラ回ってなかったら価値ないもん。そう。配信者は全部が。うん。そう、まあ。配信ですよね。そうそうそう。そう。それなんですよ。だから泣くんだったらカメラの前だよ。あの、いや別にそれは演じろとかじゃないのよ。本気で泣くのも本気で喜ぶのも俺はカメラがないとダメだと思ってる。そう、プライベートで泣いたってバカじゃん。それで飯食ってんだから。まあそうです。配信者にプライベートなんかないよ。ないよね。ないよね。ないよね。本当はないです。ない。ない。プライベートかって言ってるやつは配信やった方がいい。違う。違う。顔でっけえと言ってない。身長でっけえな。付き合って1週間ぐらいで振られてなかった。俺振られたこと1回もないよ、のんちゃんに。あ、バッテリーがそろそろ切れますね。この放送ももうすぐ終わりです。スイカあれだよ、その今ヒカル君には強いガチ勢がいるのでみんな遠慮してるところもあるかなって言うけど、うん、違うよ。だってガチ勢とかは所詮だからリスナー戦ではあるわけだから、そのガチっていうのは俺の配信を見て好きで見てくれてるだけだから、うん、恋愛対象とか何でもないの、うん、そう、ただ純粋に好きで見てくれてるだけだから和道さん何も一緒、ゆみちゃんでもね、あれだよ、ゆみちゃん俺の枠に来なくていいから和道さんの枠に来て。あのね、なんだろう、面白いよ。あのね、俺ね、配信者ヒカルは正直ね、あんまり見てないの。だから俺分かんないことばっかりじゃん、配信でどうなのって。そうなの、俺ね、配信者ヒカルが興味あるんじゃなくて、そのヒカルって男が好きなの。男が好きなの。これ前も言ったよね。だから俺、ヒカルくんの配信ぶっちゃけ全然興味ないの。見ないの。そうじゃなくて、ヒカルくんと話すのが面白いし、ヒカルくんの生き様が好きなの、男が。気持ちいいのよ。うん。じゃあそろそろ終わりにしますか、皆さん。あれ終わるんすか。だってバッテリーないもん、持ってきてないもん。バッテリーあるっすよ。いいよ。いや、いいっす。一回終わろうよ。いや、ダメ。なんで、違う、バッテリーあるっつってもさ、これスマホ用だからさ、俺パソコンのバッテリーが。コンセントどっかあるっすか。あるどっかある。コンセントなんかあるか。コンセントあります。コンセント。コンセント。ダメ？これ長くなるパターンじゃん。何をしても。これ長くなる。見てるって言った。違う、バッテリー切れたら終わりだろうがよ。そうですよ。電源の問題だから。リスナーさんは見たいんですよ。いや、まあ見たいんで。バッ。はい、あ、はい、あ、コンセントさせる席あります。あ、お願いします。あ、席はないですけど、ちょっとうちの、キッチンの裏で。あ、大丈夫です。うん、ありがとうございます。すいません。はい、じゃあやっぱり終わりです。うん、でも見たいよね。ヒカルくんバッテリー持ってるから、ヒカルくんとワクチン集合でさ。ふわっちやろよ、ヒカルくんの。うん、ヒカルくんふわっち開きますんで。うん。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。じゃあバッテリーがないんだよ。ヒカルくんの方に移動で。ヒカルくん今開いてよ。移動しやすいから。大丈夫でしょ。まあ、デザリング、あれなんで、普通の iPhone でこのままやります。うん。今開いてよ、誘導するから。バッキバキのやつやるんで。うん、いや今開いてよ、誘導しやすいから。いや今いいの。なんだよ、な、俺には配信しろよっつってさ。俺は配信したくない。なんだよ。大丈夫でしょ。おしっこ行ってます。いってらっしゃい。なんなんだよ。俺の枠はこれで終わりです。あのリア卒してくれて、わざわざあの郡山まで来てくれたあの ご夫妻で2時間半運転であの、リアトしてくれたカズさん、本当にありがとうございます。皆さん、カズさんにパチパチお願いします。本当にありがたかったです。あのね、往復5時間もかかるのに、ご夫婦で。ありがとうございました。忘れないです。はい、じゃあ皆さん、おつです。ありがとうございます。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。